トマシュ・マリューシュ・ジョンサは、ポーランド・クラクフ出身の元サッカー選手、元ポーランド代表。現役時代のポジションは、左サイドバック。地元 KS ・クラコビアの下部組織で、フォワードとして、キャリアを始めたジョンサは、2部を戦う同クラブのトップチームでデビューを飾り次ぎに在籍した、KS 総空プニエビでも、フォワードとしてプレーし、得点を量産した。 その後、入団テストを経て1994年12月27日に、フランス一部で首位を走る FC ナントと、翌シーズンからの移籍で合意に達したと報じられていた。ものの、ジョンサ自身の移行から1995年1月23日に、スイス一部のグラスホッパークラブチューリヒと契約した。そのグラスホッパーズでは、加入一期目となる百九十四から十五 シーズンにリーグ優勝を経験する一方で次のシーズンへ向けての合宿中に半年の不祥離脱と苦しみ自身のサッカー人生で最悪の瞬間となったその後同国一部の AC ルガーの BSC ヤングボーイズを経てオランダ一部のでフラーフスハップと契約しそれからさらに2期後に同国一部の強豪フェーノールトと契約したフェーノールトでは すぐさま左サイドバックのチニーニョから定位置を奪うことに成功していこう。チームの中心選手を務め、2002年5月9日に本拠地のデカイプで行われたボルシアドルトムントとの UEFA カップ2001-02決勝戦で先発フル出場して、クラブ史上2度目の優勝に貢献し、その活躍が認められて、ポーランドの主要スポーツ紙、ピルカノースナが選定する。 年間最優秀選手賞の候補に選出された。最終的に同賞は、マチェイ・ジュラフスキが受賞したが、その代わりに自身は、年間最優秀左サイドバックに選出された。しかし、翌2002から03シーズンは、歓喜を味わった昨季から一転して、控えで過ごすことが多くなり、ベルト・ファン・マルワイク監督から、現行の契約が終了する夏に契約更新する。 予定がないことを告げられたため、冬の遺跡市場で、母国一部のビスワクラクフと交渉したが破断に終わった、ことで、シーズン終了後まで滞在が決定した。その後、新シーズンに向けた夏の遺跡市場で、クリスヤンセンスの後釜として、ビレム2から関心を寄せられ、オファーが届くも、レベルの高いクラブでのプレー、監督、そして UEFA チャンピオンズリーグ2003から04に、 出場できることを理由として2003年7月3日に自由遺跡でローター・マテウス監督率いるセルビア・モンテネグロ一部のパルチザン・ベオグラードと延長オプション付きの1年契約を締結した。パルチザンを退団後は入団テストを経てイングランド2部のリーズ・ユナイテッド・ AFC と一旦は強意に達したもののリーズ側の財政難により取引は完了せず、 最終的に2004年8月3日に、エリック・エドマンの後釜として、オランダ一部の SC ・ヘイレン・フェーンと一年、延長オプション付きの一年契約を締結した。加入当初は、若手のイエルン・ドロストの存在から控えに甘んじていた、ことでなかなか初出場を飾れなかったものの、最終的に22試合に出場して2004から05、シーズンを終了した。しかし、 2005年夏になり新シーズンへ向けてチームの練習に参加したが、その際に自身の契約が延長されていないことが発覚。もともとは昨季の試合に70%出場していれば契約が延長されるというものであり、その条件を達成していたものの、自身がクラブ側に延長オプションを行使すると通知しなければ契約更新とはならず、また、 クラブ側が選手との契約延長を望まなかったため、発生した問題だった。そのため自由契約選手となったジョンサは、2005年7月12日に、シアーク・ポラクの後釜として、同国一部のアド・デンハーグと一年契約を締結。2006年8月16日には、オーストリア・ブンデスリーガの SV リートと一年契約を締結した後は、2007年5月15日に、 契約を1年に延長し、同2007から08シーズン終了に伴い、契約満了となった後は、自身がキャリアを開始したクラコビアに復帰することをメディアに匂わせていたものの、2008年5月6日に現役引退を表明した。当初クラブでフォワードとしてプレーしていたジョンサは、1994年のサウジアラビア戦で、ポーランド代表初出場にして初得点を挙げる。 素晴らしいスタートを切ったが、しばらくの間召集されることなく2000年のフランス戦まで待たなければならなかった。以後、イェジー・エンゲル監督の下でミッドフィルダーとしてハンガリー、オランダ、アイスランドとの親善試合に出場、2002フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選では途中出場したウェールズ戦のみだったものの、2002フィファワールドカップの一員に選出され、 ポルトガル戦でミハウジェブワコフに代わって残り20分から途中出場したのが唯一の試合だった。同大会終了後に就任したパベウヤナス監督の元では主軸としてプレーし2006フィ f a ワールドカップヨーロッパ予選で全10試合中9試合に出場するなどサイドバックの一番手として考えられていたが予選終了後のリトアニアとの親善試合では リーグ戦に出場していないにもかかわらず未経験のセベリン・アンチャル地区が招集される場面が見られると最終的に中心選手のイエジー・ドデク、トーマス・フランコフスキー、トマシュ・クースと共に2006フィーファワールドカップの一員から落選して衝撃を与えた。現役引退後は自身がキャリアを開始した2009年8月1日から KS クラコビアの代表を務め 2010年5月28日に同クラブのスポーツディレクターに就任。2011年9月から2013年10月23日までポーランド代表の広報担当者だった。また、2010年10月にはクラックフの市議会選に市民プラットフォームの要請で出馬したが落選している。ありがとうございます。